ウィレム5世オラニエコーウィレム5世は最後のオランダ総督。父はオラニエコーウィレム4世、母はイギリス王権ハノーファー選定校、ジョージ2世の長女案。父の死によりわずか3歳でオラニエコーを継承し、1759年まで母の貢献を受けて成長、7年戦争では中立を貫いた。1766年に成人とみなされ、 ネーデルラント連邦共和国全州の総督に任じられた。しかし、優柔不断な態度をとっていたため、従来の総督派と都市門抜派の対立だけでなく、共和派の愛国派が出現する事態となり、政局は混乱した。1776年にアメリカ独立戦争が始まると、表向き中立を取りながら、アメリカを密貿易で支援し、それが発覚すると、 イギリスと対立した。1778年に武装中立同盟に加盟すると、1780年にイギリスと交戦、オランダ東インド会社の船舶が相次いで打破されたり、西インド諸島の植民地がイギリスに襲撃され、劣勢となり、1784年のパリ条約で、オランダは海外拠点を失い、外交、内政の失敗で、 ウィリエム5世の責任が問われる結果となった。1785年に愛国派が放棄すると、ハーグから内命編へ避難。1787年に、義兄のプロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム2世が、カール・ビルヘルム・フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク、ボルフェン・ビュッテル率いるプロイセン軍を派遣して、オランダを制圧、愛国派を相当したためハーグへ戻った。 翌1788年にイギリスプロイセンと同盟を結んで総督の地位を保障してもらった。フランス革命戦争が勃発すると1795年にフランス軍の侵攻を受けてネーデルラント連邦共和国は崩壊し最後の総督となったウィレム五世は一家と共にイギリスへ亡命した。混乱に乗じて愛国派が帰国、フランスの力を借りて バタビア共和国を建国した。1802年、すでに名目上のものとなっていたオラニエコーの称号を息子ウィレムに譲り、1806年、ドイツのブラウンシュバイクで死去した。1815年にオランダ王国が成立すると、ウィレム5世の息子が初代国王ウィレム1世として即位した。1767年、プロイセン王、 フリードリヒ・ビルヘルム2世の妹でまた10枚に当たる、ビルヘルミーネと結婚、5人の子を設けた。ありがとうございます。